なんだよ、せっかくマシュマロちゃんとの緻密な時間を、綿密な時間を、濃密な時間を楽しもうと思ってたのに、この、ま、顔も、服装も、家来もヌメヌメして気持ち悪い、本当に、もう全部が全部。これで20歳うざけんじゃないわよ、RE4 でなんかもうおっさんなのかおばさんなのかわからないようなフォルムしてたけど、っていう悪口から急に始まっちゃってすいません。いや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 、そんなブラウザバックボタンとか差別の動画なんか見に行っちゃダメですよ、せっかくなんでね。まあ、ラジオ感覚と言いますか、カフェでもお茶でも飲みながらね、まったりと、動画最後までご視聴いただけたら嬉しいです。次にチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンも押してくれたら嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。ということで本日もやってまいりましょう。バイオハザード4でございますね。チャプター3の2、あ、すいません。ブルーホスト申します。よろしくお願いします。すいません、すいません。夜中の12時以降にですね、嫁さんと娘さんが寝た後に、まあ、一人でしっぽりと別の部屋で、こう寒さに震えながら実況するという、まあ、変わったサラリーマンでございます。普段はね、まあちょっと、とある企業で営業 をやったり、コンサルをやったりという感じで、しがな一日を過ごしてます。まあそんな感じで、まあ朝もね、7時半過ぎとかに家を出るという感じなんですけど、まあそんなね、睡眠時間が少ない中でも、まあ、こう YouTube でね、一人でベラ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 と、こうなんか、悪態つきながらね、ブラックな感じで進めていくっていうのが、こう、なんとなく趣味な男って、なんで急な自己紹介をやっとんねんっていう感じのところですね。ということで、今回はまあ地下通路を抜けていって、まあ、ちょっと、なんか虫を、まあ、焼き尽くそうみたいな、そんな感じですね。まあ、焼き尽くすというか、穴開けまくるとか、猫はこたつで丸くなるというかね。こたつで思い出した。なんか、この間、秀逸なこた、やつ見つけたと、なんか、子供が、なんか、こたつは、入るため、こたつに入ると、なんだっけな、こたつには、入るための要素はたくさんあるけど、出るための仕組みにはなってないみたいな。なるほどなと思ってな。まあ、家にこたつないし、これまでこたつなった生活を過ごしたことがないから、こたつがいかにいいものなのかっていうことを、まあ、その恩恵を享受したことはないんですけど、あそこでなんかうにゅ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 うしてるでしょ。あれね、虫っていうの。まだ、やつもこっちに気づいてないよな。残念ですな。硬くない？虫だろ？ガナードより硬えぞ。ほい。15発全部使ったな。はあ。これが一体どこまでその、まともに相手してあげるべきかなんだよね。これ意外とね、攻撃力も高いし、何よりも見えないのがうぜえっていうね。さて、あちら？そう、2体ね、ここでほら、ミナモがニュル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 ってしてるでしょ？あれ決して誰かがね、おしっこしてるわけじゃないんですよ。そう、虫が臭い。そう、ただ虫が臭いっていうね。いろんな生物がいる中で、哺乳類って割とこう、緑がじゃねえや。血が赤、緑が赤ってなんで、わけ分かれへん。グリーンズ、レッドってもう、なんかアメリカ人からしたらポカーンってなるわな。そうそうじゃなくて、何？血の色ってさ、なんか赤色だったりするじゃん。他の生物とかが緑色っていうのは、普段、理由は何なんだろうなって。例えばその赤いのってヘモグロビンで、つまり赤血球の数がさ、すごい多いから、買った虫一匹殺すのにショットガン4発も使うのか。で、次どっから出てくる？どこだ？あ、いた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 。いたの気づいたのに、これ一回攻撃を食らっちまうとどこにいるか。おー、ぬん、熱い、燃える。おめえそれ一体何吐き出してる出す？ほらほらほら。ほら。やべ。やべやべやべ。なん、やめて、こんなとこで死にたくない。あ、ちょちょ、どこにか。ほら、先に回復。落ち着け。まだ間に合う。まだ間に合う。落ち着け。慌てるな。そんな時間じゃないだろ。スラムダンク見に行ってみたかったな。スラムダンクがどんな作、なんか、元いた会社の上司が見に行ったっていう話をしてて、なんか半分漫画の、を描いてて、半分漫画を描いてないみたいな、そんなことを聞いたんですけどね。まあ、見に行ったことがある方、ネタバレはまあ別にしてもいいけど、まあ、適度に、感想をぜひ教えていただけると嬉しいですね。うれうれうれなめんな。よし。4発って結構やっぱ勝てえな。ガナドとかとかなんか2発くらいで死んでくれそうな気がするっすけどね。よし。違う。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。オッケーオッケー。ごめんなさい。ちょっと録画環境の方が若干おかしくなったんで、一旦、修正しました。はい。ほんで、
これとこれは組み合わせだな。うわぁ、回復アイテムねぇ。こっから先ダメージ食らったら絶望ですね。まあまあいいや。とりあえず水抜いてどこまで進めるかだよな。サロン抜けるところくらいまでやっちゃおうか。ね。まあ、どうしてもその夜中に寒さに震えながら、そして、まあ、廊下とリビングを挟んで寝室で寝てる娘とね、嫁さんを起こさないようにも、まあその収録時間があまりにも長すぎたらね、僕の声が、まあ、若干やっぱりあの寝室まで聞こえてるっていうクレームをね、あの何度かいただいたことがあるんで、まあ、若干ちょっとボリュームも抑えつつ、であんまり長い時間ダラダラやってしまうと、まあ明日からの晩ご飯がなくなるよねっていう、まあ、朝ごはんはね自分でなんか作ったりチンしたりとかしてるからいいんだけど、うん、ということでまあ降りましょうか。上司の話で思い出したけどさ、ひどい話があるんですよ、またね、これが。まあ、ちょっと詳しい業務の内容っていうのは、その前職のことで、まあ、言うことは難しいんですけど、まあ、要はね、最終出社日に、上司の陰謀によって、とんでもない目を俺が食らうっていう話があって、何かっていうと、危ねえ。最終出社日に、その、まあ、とある業務をね、まあ、10月とか11月からやってたんですよ。で、それのやるタイミングっていうのが、上司のやるタイミングとか、そのやる中身か。中身に関して、あの、初めてのことだったんですよ。初めてのことだったから、あの、もうほんとミスが怖いから、できる限りその準備をいろいろとこうやるタイプの方なんですね。で、いろいろとやってて、で、上司に、このまま進めてもいいのかっていう不安がある業務だったから、上司に、そもそもこの、パターンって、こういうやり方で合ってますかって、それとも違うやり方の方がいいんですかっていうことを念押しで一応確認をした業務があったんですね。それで、上司も、ああ、それでええでって言ってきたんで、じゃあそのままやろう、やってってなったら、それか結果的に、そもそも、その、言われ、指示したというか確認してゴーサインが出たやり方は間違ってたっていうことが発覚して、で、それが、その、稟議書を上げて、なんとかその、許可をもらうように、あの、社長というか、役員陣から許可をもらいなさいみたいな状態になって、それはまあ、上司から指示されたといえば、管理部門っていうところから、あ、危ない危ない危ない、頭ちぎられる。そうそう。っていうのがあって、にもかかわらず、その、上司は、その後、まあ、稟議が通った時に、その業務自体が事後報告になった場合、まあ、始末書を書かなきゃいけないみたいなことがあって、で、その始末書を書くのが、俺だったんですけど、おかしくねえと思って、上司が、こうやっていいでって許可を取ったものを遂行して、それが結果的にミスだったって、当然その、俺自身が間違ってたのも事実なんですよ。だからそれ自体は、確認は取ったものの、まあミスしてたこと自体が悪いっていうことは、まあまあそれは仕方ないなって、めっちゃわかるわってなるんやけど。ね。だけどさ、上司が OK って言ったことをさ、その指示に従って、許可に従ってやった業務なわけなんですよ。それが間違ってました。だからお前が始末書書けっていうのは、あまりにもおかしくねって、めちゃくちゃ思ったんですよね。うん。これで、こっちもガチャコン、はめて。ハメハメハハメ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 ハって言葉、改めて歌ってるとめちゃくちゃ卑猥だよね。いや、誰の心が汚れてるや、うん、まあ、汚れてるのは間違いない事実なんだけどね。まあそんなのはどうでもいいでしょう。だからね、まさかのね、退社日に、まあその退社日とその実際に退職する日とはまたちょっと別だったんだけど、有給消化があったんでね、にもかかわらずね、でもね、退社日にまさかの始末書を書くって、そんな伝説社員おるみたいな状態だったからね。いやー、あれのせいで ね、年末賞与とかさ、最後に出るクォーター終わりのボーナスとかの査定がちょっと下がって、それでやっぱり1万2万とか損してるってなったら、もうほんま財布を献上せよっていう気分になったけどね。だから皆さんね、あの、もしこれを見てる方が、その部下とか後輩とかを抱えてる人だとしたら、まあ、いざという時に助けたいって思ってもらえるような関係性をちゃんと気づいてるのかっていうのが重要ですし、僕逆に、まあ、部下として慕う立場だったんですけど、もう最後の最後でね、その上司は、まあ、どちらかというと放任主義で、まあ、僕は、ま、結構荒くれ者だったり、一匹狼的なところがあったんで、まあ、自由に過ごすっていう方が、ま、性に合ってたから、割と自由にやらせてもらったんですけど、最後の最後でね、ちゃんと会社の
ルールにのっとってやり方まで聞いて、で許可をもらったにもかかわらず、そういうなんか後始末的な感じで言われたとか、やらされたところがあったんで、それはね、まああれ当たってなかった、今当たってなかったっぽいね。くそ、じゃあ爆発、青春よ爆発だ、ドゥン。そうだから最後の最後で本当やられたっていう感じがしたよね。なんかこれまで溜まってたなんか鬱憤を全部晴らされたのかみたいなね。もう別に鬱憤を晴らさなきゃいけないほどね、なんかひどいことをした記憶もないんだけどね、うん、まあいろんな無茶ぶりをされてそれに応え続けてきたっていうのは正直あるけど、本当に。しかもさ、前も話したことはあるかもしれないけどさ、その娘が保育園に入れてないわけさ。ということは、嫁さんが働きに出ることが今できない状況になってるんで、その嫁さんの手取りが仮にその保育園に預けて、その保育園代を差し引いたとしても、手取りでこちらの手元に入ってくるのが、まあ15万だとか20万だとか、仮に15万だったとするでしょ？それが3ヶ月、4ヶ月ってなれば、50万とか60万とかっていうお金が世帯年収として稼ぐことができてないって。50万、60万っすよ。もう近場の海外だったらもうなんか1週間泊まれるような額っすからね。本当に新婚旅行でロサンゼルスとハワイ行った時に120万くらいだったから、それこそ本当に近場の香港、台湾くらいとかだったら50万までは1週間ゆっくりのんびり過ごすことができるんだ。めっちゃ落ちてったわ、階段が滑るわ。そうだからやっぱお金は大事っすよ皆さん。そのあたりはね、もう本当シビアに生きていくの大事、マジで。うん、まあ、僕が住んでる地域はね、なんか9年連続待機児童ゼロですとかって歌ってるんですけど、あれ？うちの娘待機児童じゃないの？みたいなね。待機児童っていうのがね、そのね、なんかね、待機児童にならない条件みたいなのが3つあるっぽくて、それに、うちの娘はそのうちの1つに引っかかってるから、なんか待機児童じゃないみたいなことを言われたりするんですけど、それもそれでどうなのって思うけどね。なんか結局保育園に入れてない子供に対してなんか条件をつけるつけないとかっていうその考え方自体がなんか見かれきってんなーって思うけどね。まあ、行政とかそういうのに文句言ったって仕方ないんでね。走るな走るな、あ下手くそ。オッケー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 。全然知らない。あ、しかもあいつドアも開けないで体ごとで開けてったぞ。そんなワイルドなやり方は嫌いじゃないぜ。ということで、奴を先回りしてぶちのめしに行ってやろうか。うん。遠慮はしない。あいつにね、暴れ散らかされるとめんどくさいんですよ。どっから出してきたの、そんなマシンガンみたいな、ガトリングガンみたいなのが出てあってね。てかよくよく考えたら、そのガトリングガン自体がなんでこのお城で用意されてるのっていうね。何に逃げようとして皆さん、こう、どつき回してるのみたいな。はい、降りといて。はいはいはい。はい、降りといて。硬いな、こいつ。ようやくだよ。で、上登って、ダブないよね。知ってたけどさ。知ってたけど、頭チョンパ。オッケー。装填。ごちそうさまです。開けます。さあ、向かっていこうか。どうしよっかな。とりあえず、しばらくスナイパーライフルを使う機会。いや、あるか、一応。あれ、ちょっと待って、ショットガン取ったっけ？取ってんな。よし。そうだね、次ちょっとまたしばらく戦いが続くことになりますんで、一旦まあ区切りがいいから、とりあえず6人を絵で殺しといて、違う OK、 なんもないんかい。上開けて拾って、向こう側の壺も2つパコンとして、はい、金いいね。はい、ということでね、そしたら、じゃあ、この6人の生贄を捧げようということなんでね、これ簡単なんですよね。1、2、3、4押して決定としたらね、うん、問題ない。はい。じゃあ、一旦そしたら、まあ、区切りがいいところまで来たんで、この後ね、ちょっとね、なんか20歳ですっていう見た目がなんか85歳くらいの人が出てくるんですけど、まあ、そこはちょっと次回パート、冒頭からのお楽しみということでね、このあたりで切りたいと思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。